プチプチひなこ略してプチひな。ということで、ひなこちゃん、なんかやばくないこの部屋。しば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 。まあ、ということで、これ、ちょっとパッと見、みんな分かったかもしれんけど、視聴者のみんなは。リンゴといえばしましま。何言ってんの、こいつ。ということで、今回、これスイカです。これよく見てください。これスイカです。しばしばだ違う、スイカといえばほら夏だ。ぶっ殺すぞてめえ。おいほら、最近ね、あの SNS でも話題になって100万ダウンロード以上されたあの有名なゲーム、あ、マリオ。マリオはね、違う、マリオより上に行ってしまったんですよ、ダウンロード数が。スイカゲームです。あ、スイカゲームか。やったことあるのに。やったことあるでしょ。じゃあちょっと読んでみてください。はい、はい。巨大スイカからの脱出、含まれる要素アスレチックだけだってやばいかも。目指せ3000点。3000点いってない、私まだ1回も。え、ひなこちゃん最高何点？2800だか900くらい。おお、ちなみに俺はね2980点。惜しい。あと20点で3000点だったよね。ちょっとこの動画やめてさ、スイカゲーム一緒にやる。やりたい。はい、ということでスイカゲーム楽しかったね、ひなこちゃん。え、今からやらないの？え、やってない。え、やったじゃん今。カット入ってる間にやったじゃん今。やってない。本当にやるよ今から。スイッチやだやだやだ。はい、ポチッとな。巨大スイカからの脱出。うお、びっくりした。俺を叩くなお前。俺2つ揃えたらなんかなるかな。ビッグプチプチになるかもしれん。いや、やめてほしい。増えないでほしいお前。やめて。とりあえずこのチェスト開けてみるか。うん。はい。あ、イグジットって書いてある。なんか入れるんだね。ここだ、出口。あ、ほんとだ。出口はここにある。なんかこう、一周ぐるってやってくって感じなのかな。なんか矢印が書いてあって。あ、ほんとだ。じゃあ、順番にやっていけばいいんじゃないこっから。そういうことだね。なるほど。サクランボ、多分やったら、なんかここになんか入れる的な感じなのかもね。ここになんかあるんだよ、ほら。あ、イチゴって書いてある。多分、イチゴを入れるのか、サクランボを入れるか。まあ、ちょっと一旦こっからやってみるか、そしたら。はーい。レッツゴー。さあ、サクランボステージ。うわ、なにこれ。すごい、サクランボの中身長。口に入れてピュイってこう伸ばしちゃった系の多分サクランボなんだろうね。長くなんないだろ別に。で、普通にアスレじゃない？簡単。まあ、サクランボだからなんかな。めっちゃ簡単だね。なんだ、いいのこれ。余裕だ。はい、オッケー。あ、待って。俺もこの一個飛ばしでやりたい。で、どういうこと？なんで戻ってるの？違う。一個飛ばしでやってるのいいなと思って。こうやって。お前、音好きだな。やめろ。落ちろ。やめろ。全部足回りから落ちてくんない。もういいやろ。ダメだ、もう落ちてくんない。はい、じゃあさくらんぼステージクリア。あ、いちごの鍵を手に入れて、鍵は中央に設置してくださいって書いてある。新エリアを確保するには2つの鍵が必要だって。あ、じゃあ2つ入れないとダメなんだ。中央に入れろだって。中央入れてプッシュは1個。はい、こういうこと？おお、置いた。で、これでイチゴステージに行けるってことか。新エリアイチゴが解放された。あんまなんか変わんない。ほんとだ。あ、なるほど。この下のさ、落ちちゃったって書いてあるやつ、落ちちゃったカウントだ。増えた。ほんとだ、落ちちゃったカウント1だ。じゃあ落ちなきゃいいんだ。簡単。ほんで今は俺増やしたんやろ。なるほどね、落ちな。なるほどね、落ちなきゃいいんだ。はい、2になった。2になった。バーカー。1111。ちょっと3にしてやる。あー、ダメだ。えい、いい、あっ、てい、あっ、べい、べい、緊急脱出。おーい、お前ふざけんだよ。しかも俺だし、脱出したの。よし、鍵もらおう。オッケー、ブドウの鍵手に入れたよ。さあ、じゃあブドウに入れてみるか。うわー、早くスイカにして。これスイカに入れる。スイカに入れてるのってどうなんだろうか。とりあえずこの中入れるか。よし、じゃあ、はい。はい。おー、おー、開いた。新エリア、ブドウが解放された。だんだん多分難しくなってくんだろうね。え、まだ余裕そう。あ、ほら。あ、ほんとだ。なんかパターン的には一緒なんだね。早いね、やるの。だって簡単だもん。はい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 。あ、よかった、危ねえ。なんかさ、色やだ、すごい。おかしくなりそう、頭が。なんか、シワシワのブドウみたいな、あの、ね。まずいさ、ブドウたまに入ってんじゃん、買ったら。もうなんか、味しないやつ。そう、なんか、あれの感じするよね。よし、行こう。早く出たい、こっから。やったー！オッケー。デコポンの鍵。あれ？レモンだな、これは。これレモンだな、完全に。待って、これだっけ、デコポン。これじゃなかったっけ、デコポンって。でもそれ柿だよ。あ、これ柿か。で、これがデコポンか。うん。きっとそういうことになってるんだよ。なんかね、いまいちね、分かってないんだよね、スイカゲームやってことあるけど、何のフルーツなのか。あれずっとオレンジだと思ってたし、俺。柿だよ。まあ、とりあえず入れてみましょう。はい。お、開いたー。新エリア、デコポンが解放された。意外と余裕な
なんだよな。あ、待って、柵になってる。ガラス板な。あ、ガラスだ。何を柵だと思ったやろ。あ、でもオッケー、ほいほい、オッケー。こんな簡単でいいの？大丈夫？え、まだデコポンだから。まあ確かに。なんかデコピンみたいな言い方言うのやめて。デコポンなの？デコポンじゃない。いや、ちょいちょい発音がデコポンみたいな、こうなんかこうポンポンしてる。何言ってんのお前。早く行くよ。はい、オッケー、柿の鍵をゲット。でももうすぐ折り返ししてんだよ。ちなみに今出てきてるフルーツ大体好きじゃない？じゃあこの中だったら何のフルーツが一番好き？あれ、これ何？それパイナップルで多分。え、じゃあこれは何？それ、え、それもパイナップルだよ。これは何？え、ちょっと待って、あ、梨だ。あ、梨か。梨ってさ、ここの T の部分あるっけ？でもまあリンゴと揃えたんだよきっと。この中だと私多分梨が一番好き。あ、梨が一番好きなんだ。ちょっと水っぽい感じがいいんだ。そうで、あと食べるのめんどくさい食べ物と、なんかドロドロしてるの全部嫌い。種入ってるブドウとかも俺あんま好きじゃない。種なしブドウじゃないとダメ。デコポンも剥くの大変だし、イチゴソンソンも好きじゃない。俺ね、これピーチ。でも桃も当たり外れ激しくない？え、わかんない。俺桃の缶詰めっちゃ買ってて。お前缶詰はちげえだろ、ちげえよ。缶詰なら大体うまいわ、バカ。じゃあとりあえず入れましょうか。じゃあはい、柿。はい、おー、開いた。じゃあどんだけ難しくなってるか。あ、でもまだいける。なんかそんなに難しくないねこれね。もできないなんてダメだな、本当に。あー、あれ、そんな簡単な。ほい、ほい、オッケー。なんで、ほい、ほい、ちょっと待って、分かった。あ、柿食べすぎちゃって大変なことになってる今。柿は嫌いだから食べないそもそも。あ、柿嫌いだから。柿嫌いだ、本当に。柿嫌いだから多分クリアできないんだよきっと。柿好きになんなきゃ。なんかズルズルしてて、たまに味がないところとか。あ、すごい、お前悪口言うとるからだよ多分。ほら、柿の種にしとこ。柿の種はあんまり好きじゃない。やばい、どうしよう。なんでや、あれうまいやろあれ。柿の種のほらピーナッツの部分めっちゃうまくない？私ピーナッツあんま好きじゃないんだ。だからこいつと好きな食べ物の話したらほとんど嫌いで終わるからダメだ。梨が好きだって言ってるじゃん。梨のステージは絶対一発でクリアできるから。オッケー、やっときたー。ナイス。はい、やったー。リンゴの鍵、リンゴの鍵ゲット。リンゴも当たり外れあるから好きじゃないんだよね。あ、でもそれはわかる。俺は全部好きだけど、なんかブヨブヨのリンゴとかたまにあるよね。なんかパッサパサなやつとかね。とりあえず入れましょう。悪口言わない。リンゴ大好きです。リンゴ大好きです。リンゴ大好きです。オッケー。こんなん言ってたら野菜の案件もらえなくなるから、ちょっとちゃんとしとこ。もらったことないもん一回も。あのイチゴの紹介とかのさ、案件もしかしたらあるかもしんないじゃん。しない。私ソルティーライチの案件だけを待ってるから最近。じゃあソルティーライチの案件お待ちしております。ぜひ。あ、なんか変わったぞちょっと。はしごだ。これしかも意外と遠いな。ほっ、あ、でもいけるいける。あ、全然いけるいける。ほい。あ、で、こっからちょっと頭打ち。いや、頭打ちしないよ。オッケー。ほいほいほい。なんか一番簡単かもしれんこれ。ありがとうリンゴ。オッケー、クリア。やったー、なし。はい、なし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 。オッケー、なしの鍵をゲット。チャミン折り返し地点に来ました。何回死んだ？なし。なしなし病になっちゃったこいつ。10回死んでる。ちなみに10回、まあまあ死んでる。珍しい。俺5回。ひなこちゃんより少ないの俺初めてかもしれない。柿で沼っちゃったから。柿の呪いにかかってる。でもこっからは比較的好きなフルーツ続いてるから私。じゃあまあさっき言ってたもんね、さらっと。梨は任せてって。そう、一回も死なないでいく。大好きだから梨のこと。オッケー、じゃあ梨入れます。はい、やった。おー、始まった。梨が解放された。あれ、でもさっきより簡単そうだよ。うわ、なんか蜂蜜ブロックが壁にあるぞ。あー、初めてやる。ハスのアスレ。お前怒られるよお前梨に。え、これってさ、ベタベタさんじゃない？こういうことだよ多分。あ、あ、意外と。あれ、一回死んだ？うん、死んでないよ。二回死んだ。お前梨のことハシって言うからだよお前。死んでないって。あれだな、これ嫉妬しないとダメ。え、待って、私蜂蜜の性質わからないんだけど。え、待って、ひなこちゃんすごいなんか後ろ向きながら性チェックしてる今。多分シフトをしながら行くんかな。あー、待って、今行けたのにジャンプしちゃった。なんかプッシュさん
あれだ、壁際で勢いよくジャンプして、あ、ちょ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 、こうしてこう、はぁ、またジャンプしちゃった。あ、いける。あ、待って、止まっちゃった俺。なんかそう、だからガラスがさあるから、あの一マスへこんでんのよ、蜂蜜って。あ、そういうこと。え、待って、これじゃあどうやって行くんこれ。だからギリギリでこっちに乗るみたいな感じ。あ、行けたけど飛び越えた。あ、同じことしてる。やーいやーい。うわ、梨ちょっとやばいな。梨だわもうこれ。あ、行けた。なんかね、最後から2番目ぐらいでね、もうこっち向く。最後から2番目くらいで、今向いたよ。で、ジャンプめっちゃ押しまくった。ジャンプ押すの？あんま関係ないかもしれないけど、おいおいおい、ちょっと待って。ほんとだよ、ジャンプ押すの関係ありそう。関係ありそうだよね。おい、ナイス。危ない危ないよ。こっからノーミスでいこう、もう怖いから。ほいほいほい、オッケーオッケー、クリア。なしステージクリア。はい、10回以上死んだ。え、何回死にました？23回になった。俺4回しか死んでないか。あ、違う、全然違う。10回、あ、違う、9回死んでる。ちょっと10回に増やそう。1回10回増やそう。じゃあ10回なんだって、だから。はい、ということで桃の鍵をゲットしました。さあ入れていきましょうか、桃に。はい、私桃の缶詰なら好きだからね。はい、いけるいける。桃の缶詰大好き、マジで。てか普通に桃も好き。てか缶詰の汁だけでもいける全然。なんかさ、 UFO キャッチャーでさ、なんか桃にパンツ履かせたやつがあるの知ってる？知らないよ。ちょっと待って、何これ。とりあえずあそこのスライムブロックに降りて。あ、そういうことか。降りてボタンを押して乗る。押して、おい。バドミントンすんなよこれら。やばい、怒られる。先に行こう。うわ、頭打ちだこれ。先に行くんじゃないよお前。頭。ちなみに頭打ちは得意なんでね、私。え、待って、ひろこちゃん、待って、生き残った。あ、いあれ、死んだ、死んだ。最後難しそうなんだよね、ここ。あ、あ、ほんとだ、最後難しそう。じゃ、行ってみるね。はい、うん、はい。あ、行けた、やった。え、マジ？待って待って待って、まだ行けてないよ、俺。頭打ち得意なんだよね、なんか、昔から。なんで？なんでそんな頭打ち得意なの？よし、ちょっと待ってる時間長そうだから、ウィダーゼリー食べよう。あいつ何キュッキュしてんだよ、お前。それ何、桃味？それ。エネルギー、マスカット味。マスカット、お前浮気してんじゃねえよ、お前。ウィダーチャレンジするは10秒でいけるかね、数えて。はいよ、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、無理。8、9、10、11、12、13。もういらない。もういらないじゃねえよ。おい、ちょっと待ってくれよ。最後までやれよ、俺お前のためにさ。今時間作って止まって数えてたのよ。まだ半分くらい残ってる。10秒超えても終了とか言わずにちゃんと計測してたかんね。いらないはないやろ。後で飲むね、半分くらい残ってるから。じゃあ最初からやんなよこいつ。マジでふざけんの、マジで本当に。もう、あ、いけた、やった、もう。はっ、あ、オッケー、はっ、ああ、しいけた。私のおかげだね。全然ちゃうわお前、もっと早く終わってたわお前。よし、じゃあ、はい、やったー、パイナップルの鍵。あーし、パイナップル、ようやくパイナップルになりました。パイナップル、パイ、あ、パイナップル。それ、つうか、つうか、つうか、お前大丈夫？ウィーダリーゼリー飲みすぎて頭に入っちゃった。よし、行こう。え、ちなみになんだけどね、桃の時に言えばよかったんだけど、あ、オッケー、開いた。パイナップル解放された。桃の時に言えばよかったんだけどさ、前だサブちゃんでやったんだけど、桃ね、5個6個ぐらいできたよね。もう絶望じゃん、くっついてくんなかったら。だからくっついてくんなくてそのまま終わった。だからサムネそれにしたよね。面白すぎる、何それ。さあ、パイナップルゾーン来ました。またなんか変わったね。でもこれさ、なんかちょうどよく入るだけじゃない、いけそう。ほっ、あ、本当だ、簡単だ。ほい、オッケー、オッケー。なんかさ、たまにフルーツの盛り合わせとかさ、スーパーで売っててたまに食べるんだけど、あ、死んだ。絶対パイナップルで、ね、痛くなるから最後に食べるんだよね俺。あ、でも途中で食べちゃうと他のフルーツの味わかんなくなるよね。そう、ほい、おー、ぶねー。逆向きに開くのずるくない、これ。そうなんよこれ。え、なんか閉まんの早かった今。え、あ、待って、ひなこちゃん押してあげるよ。大丈夫だよ、自分でいけるから。押してあげる、押してあげる。ちょ、こっちの扉開けてよ。え、なんかいけるからいいって、はい、タイミングわかんないって、はい、自分でやりたいって言ってんじゃん。いけるいける。はい、わー、いけたー。多分俺のおかげだよ、今閉まってたもん。違うって、おーい。手伝
ってあげたんだよ今。あ、やばいやばいやばい、どんどん死んじゃう。一人でできるって言ってんのに。なんで善意はあだで返すの。もうオッケー、よし戻ろう。よし、いけた。はい、オッケー。さあクリア。メロンの鍵を入手。さあだいぶでかくなってきました。じゃあ入れます、メロン。メロンも結局種あるからあんま好きじゃないんだよね。はい、え、メロンって種あるの？あるじゃん、白いやつ。え、やばい人いるんだけど。え、メロンって種あんの？メロンはなんか種ないから好きって俺言おうとしてたもん今。あるってバカ。とりあえずじゃあメロンやっていきたいと思います。うわ、これ苦手なタイプだこの。いたからさー、弾かれた。え、弾かれた。なんか今ちょっと溜めるの早かった、距離が。あ、違う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 。へ、あ、やばい、絶対叩かれる。おぶねー、あぶねー。ちょっと待って、なんか奇跡的にここに乗った。よし、あ、でもいけるいける。あ、いけるいける、めっちゃ余裕。ねえ、できないよ。うわ、待って、これ最後4マスジャンプ。うわ、4マスジャンプだ。ほっ、バーン。え、なんかさ、つるんって滑るんだけど、どうして。多分メロンだからだよ、多分ベットベトなんやろね、多分。なんかね、気づいたことがある。緑まみれ、無理だわ、ちょっと。なんかね、頭がうにゃうにゃしてくるよね。ほら、もうなんか、距離感わかんなくなってきちゃう。いけたぜ。あれ、あー、最後も長い、距離。よし、オッケー、ここまではいける。こっから、ほっ、勢いよく。あー、もう止まらずに行った方がいい。もう最後の、最初のところ、4マス。ほい、ほい、あ、オッケー、これだ。ナイス、やったー、クリアー。はい、え、ちょ、なんで、え、なんで。おい、30回になったんだけど。よし、あと5回。私35回。お前35回なんかよ、お前。さあ、最後のスイカです。スイカです。スイカゲームのスイカでございます。さあ、本来ならね、これ2回やらなきゃ、え、2回やらないといけないとかないよね。ないでしょ、さすがに。ないよね。まあ、鍵2個あるから大丈夫だよね、多分。じゃあ最後のスイカのステージいきたいと思います。スイカの鍵入れます。はいはい、オッケー、開いた。トライデント、なんで殴るんだよお前。やめろお前、やめろやめろ。死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっとさ、実験していい。え、落ちちゃったね。増える、増えたわお前。こうやろ、お前も1回増えろ。お前も1回増えろ。ごめんねってね、謝ってるじゃん。分かったじゃん、分かった分かった分かった。許す、許す、許す、許す。おい、悲しみの向こうへと。これ何？あ、激流付きトライデントだ。多分激流使って回転してあそこまで飛んでって、あそこの穴が多分 1.5 マスぐらいあるから、あそこにぴったり入れってことだ。あるよ穴。あるよ、これ激ムズだ。こっから、これやばいぞこれ。あ、惜しい。ちょっと50回に抑えよう、これ。私40回以内いけるかも。マジ？待って、もう34、5回なんだけど俺。この辺だった。あー、もうちょいしたかな。はい、あ、もうちょい上だ。オッケー、いけるいける。これちょっとだけ水に入ってるとこ見えるねこれ。ほい、あ、いけたー。え、え、マジ？え、ちょっと待って、やばい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 。そんな簡単に本当にいけると思わなかった。やったやった。ほっ、あー、頑張れ頑張れー。あー、今40回。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。ほっ、お猿さんだよ。ここだー、下すぎたかも。ちょっと下だったね。うるさいなあいつ。はいはい、おー、もうちょい、この辺。オッケー、やったー。ナイスナイス。いや、マジよかった。ねえ、そこ隙間あるの？マジで。おい、嘘やろ。うわ、ガラスビッタビタやと思った。もう最悪、もう。で、分かった、この辺やろ。はい、はぁ、それもスイカ一生食べねえ。言ったな。1年に3回だけ食べない。ほぼ食べるよお前。この辺、はい、あった。ピタゴラスイッチみたいなこと起きてるってお前。やばすぎる。お前立っとるからやって。カメラやってたもん今。そんなことある。いや、死ぬかと思わんかって一撃やったってこと。でも行くわ、行くよ。はい、あ、惜しい。ごめん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 じゃねえよ本当に。はい、
え、今なんかおかしくない？今なんか途中で止まってったよ、なんか。なんで？いじめられてるんだけど、さっきから。はい、オッケー。おー、うまっ。よし、じゃあこれで、はい、クリア。あ、鍵手に入った。これで全ての鍵が、あ、じゃあ出口の鍵だ。出口の鍵を入手した。やったやった。よし、じゃあこれ、いるぞ。はい、はい。あ、そっか、2個必要なのか。はい、どうだ、開いた。あー、開いたー。